こんなね大雨そうそうないと思いますんで。はい、ハリケンです。今日はですね、ワークマンさんのキャンプギア春夏新製品発表会の方にお邪魔しております。こんな感じね、これからね、今受付終わりましたんで、これから中の方にね潜入して皆さんにいろいろね情報をお届けしていきたいと思います。まず入りましたら全体こんな感じになっております。まずですね、お目当てのキャンプコーナー行ってみましょう。キャンプコーナーがこの奥にあります。ドドンとすごいいい雰囲気ですね。これはね、まるで屋内にいますけどキャンプしてるかのようなね、この人工芝が敷かれていていい雰囲気になってます。まずじゃあ一旦ねぐるっとしてみましょう。まずこの辺にですね、今回発売になりました、今日から発売のソロ用のテントがね飾ってあって、上にタープが貼ってあります。そしてこちらにですね、ホルダーボトルのコレクションですね、アンバサダーの方々のデザインが飾ってあります。でこちらにね、各キャンプの小物とかね、皆さんもねよく見たことあるものが並んでると思うんですけど、このねトンボの柄はね見たことないかもしれないですね。あとハンプのコンテナとか、あとあの辺がマットとかシュラフですね。でこちらがですね、ファミリー用のテントになってますね。であとこの辺にアルミの耐熱フィールドテーブルとか、あとこれはねキッズ用の燃え広がりにくいアルミチェアとかね、その辺が置いてあります。これね結構ねテント大きいですね。で中に寝袋とかも入ってるんですけど、ちょっと中に入ってみます。上まで映ってないかもしれないんですけど、私が身長がですね177ぐらいあるんですけど、ちょっとかがむぐらいの高さ感ですね。中の広さはかなりね十分な広さがありまして、今ここにシュラフが3つ並んでるんですけど、ぎゅうぎゅうに詰めればね4つぐらいは並べられるかなという印象です。あとここにですね、ちょうどアウトドアのマットレス、気になってたやつがね置いてあるんですけど、これは触ってみた感じはちょっと低反発っぽい感じの触り心地のマットになってます。これは多分ぐるぐるぐるっと巻いて収納するタイプだと思いますね。であとこれがですね、アウトドアピロー、これも中に多分低反発のちょっとね多分これぐらいの素材が入っているような感じの質感で、割とねずっしりとした感じですね。寝心地はすごく良さそうです。お値段も499円になってます。あとこちらが寝袋かな、確かお値段間違ってたらすいません、1500円ぐらいで今日から販売になった寝袋だと思います。こちらがね色違いかな、こんな感じに。あで下の方はワークマンさんの上着ジャケットとかでよくあるブラックアルミが入ってるんですが、足元は冷えやすいのでよりね保温性が高いこのブラックアルミの裏地が使われてるみたいです。ちょっとねせっかくなんで入ってみましょうか。バッグとか持ったものですね。私が入ってみるとよいしょ、こんな感じですね。封筒型の寝袋って私初めて入るんですけど、こんな感じで割と図体でかいんですけど、ゆったり、ね、足元もしてますんで、春秋ぐらいまでねこれでいけるかもしれないです。今このね寝袋の下にもこのアウトドアのマットレスが敷いてあったんですけど、やっぱりね寝心地は結構いいですね。
まあ、保温性とかちょっとその辺はね外で試してみないとわからないと思うんですけど、単純に薄手の低反発のマットを下に敷いているような印象です。あ、ちなみにねこのテントの方なんですけど、上にですねここに今こんなね飾りがぶら下がってるんですけど、ランタンとかをぶら下げられるようなフックと、あとこの上がですねこういう感じでメッシュオープンにすることができるので、オープンにしたこのビラビラもくるっと巻いてここでね止めることができる仕様ですね。これが両側ついてますので換気はね結構できるんじゃないかなと思います。このメッシュ部分もかなり大きいんでね、こんな感じでかなり広い面積でメッシュでね通気することができます。あとこちらのねファミリー用のテントなんですけど、前室もかなりゆったりありますんで、ここにね靴とか脱いで前をね閉めたりとか、もしくは前の跳ね上げ部分をね立ち上げて前室を広くするとか、そういった感じで使いやすいんじゃないかなと思います。あとこのね前後メッシュ、この入り口になってるのかな、開けることができるので通気もねかなりしやすいんじゃないかなと思います。ちょっとねこれ裏も回ってみましょうか。回れるかな。裏に回ってみますと、そうですね、ここから開けることができるみたいなので、前後どちらからも出入りがねすることができますね。こちらはねこのように、これは非常にありがたい仕様だと思います。では次行ってみましょう。こんなところにミニパンとか、あと焚き火テーブルなんかもありますね。これも今後出てくるのかな。 あとですねこちらに気になるコットありました。コットの方が裏面がですね5本足ですね。ちょっと見にくくてすみません。足の方は5本足になってまして、ローコットのタイプですね。でちょっとね寝転んでみましょう。こちらこれ確か重さが 2.4 キロだったと思うんですけど、寝転んだ感じはですね比較的張り具合としては柔らかめの張り具合ですね。ゴロゴロね寝返りとか打っても今使った限りではギシギシ音とかは全然しない感じでした。初めてねコット買う方なんかにはいいんじゃないかなと思います。そして続けてですねこちら気になるこの大きいねこの耐熱テーブル6枚板のものですね。こちらがですねこのチェアに座った時にこのテーブルの高さが高めなのでちょうどいいですね。低めのテーブルだとこうねかがんで取らなきゃいけないので、私みたいにねちょっと頭体がでかい人間だとちょっとお腹がね邪魔でね取りにくかったりするんですけど、これぐらいの高さがあるとだいぶね余裕を持って使えると思います。でかつですねこの座った目線で見ていただくとこんな感じで結構ねこのテーブルの上も広いので、今ちょうどいろんなものをね展示していただいてますけども、カップを置いたりとかこういったねお皿を置いたりとかランタンを置いたりとかしてもこれだけの十分な面積がありますので、これでね4人ぐらいまでは全然使えちゃうんじゃないかなと思います。では次行ってみましょう。続けてこちらがですねファミリーテントの先ほどのものの色違いですかね。ワイドミシックドームテント AG ということで、
あ、でもこれはさっきのと違うな。この防虫加工がされているバージョンになりますね。多分サイズ感なんかは先ほどのものと同じだと思うんですけど、このテント自体にワークマンさんのね、この防虫加工がされたテント17,800円になっているみたいです。で、先ほどね、このフロント部分は跳ね上げてなかったですけど、跳ね上げるとかなり広いですね。あそこにチェアを置いてありますけど、チェアを置いて、まあ、4人でね、ここでテーブルを置いて椅子4脚を置いて過ごせるぐらいのこのフロントの跳ね上げ部分の広さになっていると思います。で、先ほど見ていただいた裏面があのようにね、前面裏面とオープンすることができますので、夏場なんかでも風通しをしつつメッシュにしたりとかっていう感じで使えると思います。いや、これね、広いですよ。相当広いですよ、この跳ね上げ部分が。これだけあればね、十分ね、家族で過ごせるんじゃないでしょうか。では次行ってみましょう。では続けてですね、こちらがタープですね。ミシックペンタゴンタープ FT ということで、お値段9,800円、耐水圧2000ミリで、サイズの方が 375×382 と、重さが 3.1 キロになってます。ちょっと遠巻きから見ますとこんな感じになってまして、かなりね、かっこいいですね。で、生地の方が割とですね、薄手の印象ですね。触った感じ、思ってたよりも薄手です。で、質感すごくいいですね。防油加工のディアフレームテクトと高撥水のディアマジックダイレクトを配置したハイスペックモデルと、最上級モデルになっているそうです。これね、いいですね。このね、シーム処理なんかもパッとね、見る限りではかなりしっかりされてますので、雨のね、これからまた梅雨の時期来ますんで、そういった時にもタープ下でね、快適に過ごすことができそうです。で、こちらにですね、このソロ用のミシックドームテント FT、 これもですね、火の粉など飛び火による穴あきを軽減する特殊素材を使用というね、ソロ用のテントですかね。なんか雰囲気としてはね、ムーンライトとかああいうのにね、ちょっと近いような感じだと思うんですけど、本当に一人が寝てちょっと荷物を置けるぐらいの感じですかね。で、前室部分がね、ちょっと長めになっているので、ここにね、少し荷物を置いたりとか、今こんな感じで展示されてるみたいにテーブルとかを置いて過ごすというような仕様のテントです。カラーバリエーションがね、いくつかあって、一番奥にあるのが、あれブラックなのかな、グレーなのかな、ちょっとね、会場自体が少し暗めなので色が分かりにくいんですけど、あとこういった柄が入ったもの、イエロー、あとこちらですね、こちらがブラックなのかな、であと赤もありますね。で、ちなみにこちらもまたテントのサイズとかは一緒だと思うんですけど、このミシックドームテント AG というのが防虫加工がされているシリーズですね。さっき一番最初にご紹介したのが燃えにくい、溶けにくい素材、こっちが防虫加工を施された夏場なんかにね、いいんじゃないかなというテントになってます。テントと絵は同じ防虫加工ですということですね。そしてぐるっと戻ってきまして、こちらがね、今回話題のですね、ベーシックモデルが展示されているコーナーになります。これもね、カラーバリエーションが奥から赤色、このブラウンとカーキっていうんですかの2色と、こちらが青系の柄のもの、緑、イエロー、あとあちらもね、ちょっと柄のタイプになりますね。そしてこの上にですね、タープ貼ってあるんですけれども、こちらのタープの方はあっちに商品説明があるのかな、ちょっと行ってみましょう。
こちらがですね、エントリーモデルとしてもチョイスしやすいスクエアタープということで4900円となってます。こちらがですね、ディアマジックダイレクト、加工を前面に施し機能性も安心というね商品になってまして、サイズが 3×347、 重さが 2.5 キロになっております。柄の方がこんな感じですね、外見から見ますと。でテントの方を見ていきますと、ここにねベーシックドームテント、ベーシックスクエアタープがいろいろ載ってますけども、お値段4900円。でまずこちらベーシックタイプですね、一人用ドームテント4900円、かなりね可愛らしいサイズ。先ほど見ていただいたソロ用テントとまた形が違うタイプで、こちらはですね前面を跳ね上げることができて、かつこの前面跳ね上げもポールまでセットの価格で4900円ということで、かなりね破格なお値段じゃないかなと思います。これからねキャンプを始めようと思う方にはかなりおすすめなテントで、かつねこのテント自体もね、この中のこれは自立なのかな、そうですね、ここにフレームがあるので自立中にして上にこのフライをかけるタイプになってますので、結露なんかもね冬場でもしにくいタイプになっていると思います。で中の方もですね見ていきますと、ここに通気で、この上にですねちょっと荷物なんかを乗せたり、ここにランタンなんかをかけられるフックがついてます。本当にね一人で寝るのにちょうど良さそうなサイズ感ですね。でこの下もね跳ね上げができるので、ちょっとした雨とかあと日よけになるんじゃないかなと思います。あとはねここのねカラーバリエーションになってます。各それぞれねちょっとアップで撮っていきたいと思います。サイズ感なんかはね全て同じだと思います。でこちらが緑ですね。でこの下に引いてあるのがね、これ私も先日動画で紹介したパラフィンハンプフィールドシートですね。こんな感じでねマットとして使ってもいいし、荷物置きとして使ってもいいしというような感じになってます。あとこちらがイエローですね。あとこちらの奥の方がちょっとまた柄の、今ね他の方が撮影中なので遠目から撮影します。そして会場のど真ん中にですね、ドドンと桜プラネットということで、ちょっと春を模したね展示がされてまして、中に先ほどご紹介したベーシックテントの赤のタイプと、あとですね燃え広がりにくいロゴチェアの花柄ですねが展示されてます。非常に雰囲気がいいですね。であと先ほどちょっとすごい飛び飛びになっちゃうんですけど、さっきご紹介したこっちのミシックペンタゴンタープ、これが穴が開きにくい仕様で9800円なんですけど、こちらにあるですねペンタゴンタープの方が7800円ですね。これは高撥水加工のみで溶けにくい加工はされてないバージョンということで、お値段差2000円、7800円になってます。なるほど、こんな感じでね、こちらもね非常に形がかっこよくて触り心地もね非常にいいと思います。こちらにですね TC ミシックペンタゴンタープ、先ほどご紹介したものの撥水をですね体験できるコーナーがありますんで、ちょっとねやってみたいと思います。見えてるかな、これでシュッと出せるんですけど、これでどれぐらい弾くかやってみたいと思います。かなりね弾いてくれますけど、こんなね大雨そうそうないと思いますんで、これはね撥水力は安心できるレベルなんじゃないかなと思います。であとねここら辺はおなじみのねグローブとかが並んでますね。あとこちらがですねスクエアタープになるのかな、あここにフュージョンダウンのマミー型シラフあった。あとこちらがツーリングタイプの一人用テント、なんかここにですね横にこの通気の穴みたいのが入ってるんですよね。ワークマンテントの中でも最も収納サイズが小さいテント、バイクツーリングに最適と
という商品になっております。重さが 2.5 キロですね。ブラックとブルーの2色展開になっているそうでして、こちらにこういったね、これは通気になるのかな、穴が開いてます。ちょっと中入ってみましょうか、せっかくなんでね。ちょっと三脚を外したいと思います。あ、中結構広いな。広い広い、思ったよりも中が広いですね。で、中から見るとこの穴がこんな感じで、やっぱ通気なのかな、これはね。背はね、そんなに高くないんですけど、中腰ぐらい膝立ててちょっとね、中を這うような感じになります。そして今ちょうどね、このフュージョンダウンがあるんで、せっかくなんで中にね、入ってみたいと思います。ちょっと一回カメラ三脚ないで撮りますね。結構ねサイズ的には、こう締めていくとね、そこそこちょうどいいぐらいのサイズ。まあでもちょっとゆったり感あるかな。あったかい、あったかいというか会場が暑いんで暑いぐらいですね。これはね、ぜひ外で試してみたいです。この靴の触り心地なんかも非常にいいので、これはね、ぜひフィールドで試してみたいなと思います。あとですね、この下にですね、セパレート式のインフレーターマットが敷いてありまして、厚さはですね、そんなに厚くないので、ちょっとこれだけだと、今ね、下が砂利敷きしてあるんですけど、少しね、砂利の感じを感じるかなという厚さ感でした。まずフュージョンダウンの方がこんな感じですね。ホームページとかでもね、細かい情報は確認できると思いますので、そちらでね、確認いただければと思います。はい、あとですね、今ウェアコーナーに来たんですけれども、こちらがですね、フレームテックシリーズの、すごい、これがベスト？ベストもなんかすごそうですよ、これ。これかな？これ、こっちか。なんか、いろいろポケットがですね、入ってて、ここに飲み物なんかも入れることができたり、ここに写真が載ってるんですけど、かなり大量にポケットがあって、いろんなものを入れたり、あとここにですね、ちょっと何か引っ掛けたりすることができるみたいなんで、カラビナかけてもいいし、写真だとね、サングラスかけたりとか、ここにランタン、まあランタンはここにさすがに入れないとは思うんですけど、結構これね、うわ、背中にもポケットがついてて、これお値段2900円、そして防油加工がされているので、で、撥水もあるんですね。で、カラビナループもあって軽くて、後ろ側はメッシュになっているので、夏場でもあまりね、蒸れたりとかせずに使うことができるというね。これはね、いいですね。色は2色なのかな？ 3 色か。このイエローっぽい、フレームイエローとベージュ。あと、展示はないのかな？ないっぽいんですけど、このグリーンの3色あるみたいですね。あとはパンツなんかもあるみたいで、パンツがこれか、これもフレームテックのパンツですね。ポケットがね、かなりふんだんにあって、お値段2500円になってます。あとこの下にあるのがマウンテンレインパーカーですね。3900円。これも防水防油加工がされているという、こちらですね。こちら、こういったね、パーカーなんかも今後発売されるみたいです。これ気になりますね。特にこのベストが気になりますね。これも新しいコレクションということです。で、あとですね、こちらがこの秋冬でですね、販売予定の新作のテントになるそうなんですけど、これ開けていいのかな、ちょっと中
覗いてみちゃいましょう。これ初潜入ですよ。かなり大きめのねテントです。中入ります。おお、こんな感じになってるんですね。スリールームなんだ。両サイドにこのインナーが取り付けられて、インナーもね吊り下げ式インナー、こっちは一人用かな。でこっちはどうだろう、まあ、こっちもサイズ的には一人、まあこっちはギリギリ頑張れば二人寝れるぐらいのサイズ感だと思うんですけど、で真ん中がですねこれだけ広いんで、この真ん中にねテーブルチェアなんかを置いて過ごしつつ、両サイドも託し上げてね開けることができると。でかつですねここがさっきこっちから入っちゃったんですけど、ここがですね柄的に見えにくいんですけど開けることができるみたいなんですよ。こちらですね。で開けてここをくるくるくるっとね巻くことができるので、風をね通すこともできる仕様ですね。なるほど、これがいくらで販売されるのか気になりますね。こんな感じでね中閉めて、ここがね実際開いたり開けることができるんですけど、出入り口が前後2箇所、そしてインナーの方は左右に付けられて、こっちがギリギリ2人ぐらい、こっちは1人用かなっていう感じで、3人ないしはお子さんとか入れるんだったら4人とかぐらいまでは中でね寝泊まりできるんじゃないかなと思います。こちらはこのね秋冬に登場予定だそうです。楽しみにまたね次の情報待ちたいと思います。ということでね、またちょっと最後にぐるっと一周して今日はね終わりにしようと思います。こちらがファミリー用のテントですね。そしてペンタゴンタープですね。こちらが標準タイプですね。でこちらにあるのが高機能タイプということで、穴開き、飛び火による穴開きを軽減する特殊素材を採用しているという最上級モデル9800円になります。で奥にですねツーリングモデルのテントがあって、そしてこのね奥にまた秋冬に登場予定の大きめのテントが、スリールームのテントですねがあります。でこちらにねソロ用のテント、標準タイプから穴が開きにくいタイプとかね、いろんなタイプカラーバリエーションが展示されております。はい、ではですね本日はワークマンさんの新作のキャンプグッズテント発表会の方にお邪魔させていただきました。今回ねドドンとかなり大量に新製品が投入されて、今日からね発売になってるんですけれども、今後もですねまた新しいラインナップなんかも追加予定ということですので、ワークマンさんからね引き続き目が離せないんじゃないかなと思います。またね続報をね入り次第私の方でもこちらのチャンネルで情報をお届けできればと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。よろしければチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。